よう、ヘンレキ騎士シャルルマーニュだ。この番組はプレイステーション4、プレイステーションビータで発売されるフェイト新作アクションゲーム、フェイトエクステラリンクの最新情報をお届けするミニ番組、セラフチャンネルだ。今回は全4回でお送りする3回目。この番組では話題のフェイトエクステラリンクに新しく参戦するサーヴァントの情報を最速でお届けしている。前回はバーサーカーのダレイオス3世とアーチャーのアルジュナを紹介したぜ。二人ともいろんな意味でスケールのでかい奴らだったぜ。今回ももちろんとっておきの映像もお届けするぞ。参戦サーヴァント情報をみんなで目撃しようぜ。それじゃあメインパーソナリティのお姉さんを召喚するぜ。汝の身は我が元に、我が命運は汝の剣に、課金は家賃まで、家賃は課金まで、入れよルミお姉さん。よっと、召喚の招きに応じて参上しました、大久保ルミです。クラスはガチャです。なんだその新しいクラスは。はい、それでは早速フェイトエクステラリンクに登場する新サーヴァントを紹介していきますよ。もしもし、聞いてますか？ガチャって？前回まで7機を紹介しました。残るサーヴァントはあと3機です。今回はキャスター1機とバーサーカー1機を紹介します。今までのサーヴァントはかっこいいやつばかりだったからな、今回も楽しみだぜ。まず1機目はクラス、キャスターの新サーヴァントをご覧いただきましょう。キャスターって聞くとなぜかいい予感がしないけど。俺もだ。なんだこの嫌な感じは。それではどうぞ。ようこそ我が特進の宴へ、お楽しみください。かつてのクランス大元帥ジルドレー、お呼びでなくともともかく参上。あなたの求めた神の愛を冒涜にあがりました。最高のクールをお見せしましょう。これぞ真の恐怖、絶望を塩素にまみれよ。ハムシのように潰れるがいい。与えてください、ジャンヌ。今こそあなたが必要なのです。来ちゃいました。契約したくないサーヴァント5本の指に入る彼が来ちゃいましたね。そうです、ジルドレが参戦します。フェイトゼロでおなじみのキャラクター。今回がエクストラシリーズは初参戦です。15世紀フランスの貴族で軍人、フランスの詩人シャルル・ペローの童話青ひげのモデル。残忍で狡猾、殺人に変身している、召喚術で人手のような怪魔をほぼ無限に召喚します。本作でも召喚して戦うみたいですよ。青ひげ男爵、いや、かつてのフランス大元帥、寒気がするやつだ。アニメで召喚した巨大怪魔を宝具で召喚すると、そして本作に登場するジャンヌの従者だったんです。好きという割にはアルトリアとジャンヌを間違えたりするところもありますが、やっぱりキャスターってろくなやつがいないわね。ああ、こいつとは仲良くできる気がしねえな。そしてもう一つ参戦映像を見ていただきましょう。今回の2機目はクラス、バーサーカーの新サーヴァントです。バーサーカーか。最近だと理性のあるバーサーカーもいるらしいが本当か？どうかな。ではどうぞ。おや、自分の領域に適正反応です。え、サーヴァントの反応？一回そんな相手が出てきたな。黒い狂騎士は余が食い止めよう。まさか、さあランスロット、いや、今日こそ決着をつける。バサカが擬態して紛れ込んでます。
ゼロシリーズ、さらに続いてランスロットが参戦です、こちらもエクストラシリーズは初参戦になります。フェイトゼロでもおなじみのキャラクターが2人も来ちゃいましたね。有名なアーサー王伝説に登場する円卓の騎士でも、アーサー王の奥さんとの不倫で裏切りの騎士とも呼ばれています。同じく円卓の騎士で本作に登場するガウェインと確執があるみたいですよ。強化により理性を失っていて、殺意や憎悪などの負の感情に身を任せた存在。あの名高い円卓の騎士か。セーバーとしてのランスロットとも会ってみたかったぜ。スキル無給のブレンによりどんな状況でもその戦闘技術が劣化しない。宝具ナイトオブオーナーによってあらゆる武器を疑似宝具にできる。宝具ではアニメと同じく戦闘機を使います。アニメではエスカンドルに化けていましたが、本作でもアクティブスキル擬態で他のサーバントに擬態して戦えるかも。アーサーカーだけど敵を欺くなんて意外と理性的なのか。声優は沖合亮太郎さんです。きっとこの仮面の下は美形なんだろうな。俺の方がかっこいいまだ何も言ってないって。そして他にもフェイトエクストラリンク最新情報です。フェイトエクステラリンクは6月7日発売予定。現在予約受付中です。そして前回もご紹介しましたが、豪華特典がセットになった限定版もあります。 PS4 の限定版にはスカサハの衣装、魔境のサージェントのプロダクトコード、 PS ビータの限定版には無名の衣装、正義の弓道家のプロダクトコードがついてきます。そしてなんと和田アルコさん書き下ろしの麻雀牌月の聖杯セットが同梱。これでリアルな聖杯バトルが楽しめます。4人打ち可能な麻雀牌セットです。かわいい。これで麻雀打ったらめっちゃテンション上がるんですけど。はい、他にもですね、フェイトエクステラリンクオリジナルサウンドトラックや和田アルコさん書き下ろし豪華ボックスもセットになっております。限定版は数量限定ですので予約はお早めに。そしてダウンロード版ではアルトリアの衣装アルテラリアが早期予約特典としてついてきます。ダウンロード版にもサントラと衣装がセットになった限定版があるのでお見逃しなく。麻雀牌は並べて眺めるだけでも可愛いイラストを楽しめるな。そして情報がもう一つ。ただいまフェイトエクストラシリーズ初のテレビアニメ、フェイトエクストララストワンコールが大好評放送中です。なんとネットフリックスでも配信中です。さあ、あっという間にもうお別れのお時間です。シャルル君、第3回目どうだった？円卓の騎士は確かにかっこいいと認めよう。でも青ひげ野郎はどうにもいただけねえ。まあそうね、あのキャラクターもね、何回か見てると味が出てきてちょっと病みつきになるところがあるんだけど、まあしばらくはね受け付けない人も多いでしょう。でも今回でもしかしたらハマっちゃう人も出るんじゃないですか。さあ、ということでおしまいにツイッターのキャンペーンのお知らせです。ジルドレ・ランスロット役の声優鶴岡聡さんと沖合亮太郎さんのサイン色紙をそれぞれ1名様にプレゼント。フェイトエクステラ公式アカウントをフォローしてキャンペーンのツイートをリツイートすれば応募完了です。この番組もしかして次回が最終回か。そう考えると少し寂しいな。それはもう私と会えなくなるからってこと？あ、いや、そんなこともないこともないかもしれないようなのでないよ。かわいい。さあ、私もシャルル君やみんなと会えなくなるのは寂しいですが、次は本当に最終回です。次回はですね、来週4月4日水曜日18時にスタートです。次回も新しく登場するサーバントの情報やとっておきの映像をお届けしますのでお楽しみに。番組を見ているみんなにレイジをもって命ずる。また来週も絶対に見るように。今回はサーバントってことじゃなかったのか。バイバイ。